ひげ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 ちゃひげ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 ちゃ。トマトシひげちゃはいいかちゃもろもろ。甘うま香ばしトマロカシカシ。ひげ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 ちゃひげ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 ちゃひげひげひげで女子を素敵に。ひげちゃ。ヒゲで女子を素敵に。ヒゲちゃん。韓国で活動していた時期があったので、その時はもうめちゃくちゃ飲んでましたし、飲食店どこに行ってもヒゲ茶は置いてあったので、こうこんなにもこうメジャーなねヒゲ茶の、あの広告をやらせていただけるってことですごく嬉しかったです。紙とかで作られてるやつなのかなと思ったら、本当のエクステをあの使ってのつけヒゲだっていうことを伺って、あ、リアルだなって思いましたしずっとくっつけてた時笑えなかったんですけど、落ちちゃいそうで。でもこう撮っていただいた写真とか見たら、すごく可愛らしく面白くあの写ってたので、皆さんにそんな私も愛していただけたら嬉しいなと思います。呼ばれた時点で平野の勝ち。パワーパフボーイズです。あのパワーパフボーイズさんってやっぱりこうキャッチーな振り付けっていうイメージがあって、今回もすごく楽しみにしてたんですけど、すごく中毒性があって面白くて、こう一度見たら忘れられない振り付けで、とても面白くて楽しいなっていうふうに思いました。ノーマルは本当にこうちっちゃい子だったり、ダンスの経験したことない方でも簡単に踊れる可愛らしい振り付けだなっていうふうに思いますし、ハイパーの方でもとりあえずまずリズムのテンポが速いので、私も覚えるのすごく大変だったんですけど、でもぜひみんなに挑戦してみてほしいなって思います。韓国で韓国語を習得してから、語学の楽しさをこう覚えたので、これからはまあ韓国語ももっと上手くなりたいですし、英語だったり中国語も勉強して、それでこう日本からでも世界の方々に届けられるようなお仕事をたくさんしていきたいと思いますし、今だいぶこうコロナ禍も収束してきたので、こう海外に行ってのお仕事も今年はたくさんチャレンジしたいなと思います。トウモロコシのヒゲ茶を飲んで健康的な体づくりをみんなでしていきましょう。